と、ではこちらのタイトルの論文を稲岡が紹介します。この文献に関する情報はこちらになってます。最初にアブストラクトです。この論文は平易化の論文なんですけれども、その従来の平易化システムっていうのは、一般的には翻訳タスクとしてこう平易化に取り組んでいる、翻訳タスクのように扱って平易化を取り組んでいるっていうのが、現在の研究の一般的なものとなっています。でこの論文の研究では、そう翻訳という扱いをするんじゃなくて、なんか元の文を編集することで、元の文を編集して平易な文ができているっていうような考えから、こうモデルっていうのを提案しています。これがその人間が実際に平易化とか文に平易化とか修正をする場合の方法にこう似ているっていうところがこう着想を得ているっていうものになります。で実際に、そのウィキ、シンプルウィキのコーパスやそのニューセラでサリが向上したっていうような結果になっていて、さらに人で評価もこう良くなったっていうような結果になっている論文です。で、早速この論文で提案されているモデルについて説明します。モデルエディット NTS っていうふうに論文の中で呼ばれているんですけども、これはそのニューラルモデルでその文の編集っていうのをこう行うっていうようなモデルになっています。で一般的な平易化で使われる機械翻訳系の手法っていうのは、難解な文から平易な文にこう翻訳するっていうような、考え方で行われているんですけども、そうなるとその平易な文を出力するときっていうのはこう全部0から、1からこう何て言うんですか、単語を生成する、その入力の単語と同じかどうかとかは別に考えずにこう1個単語ずつこう生成していくっていうふうになるんですけども、その今回の提案する手法ではその編集なので、その特に変更の素がない部分に関してはこうキープっていうようなものを予測させることで、こう変更する必要がない部分っていうのはこうスキップして、変更する必要がある部分だけにこう着目してこう処理を行うっていうようなモデルになります。で、具体的にこのその、NTS を使う場合の、モデルの入出力っていうのが、こちらになっていて、ちょっと字が小さいんですけども、その一番のソースっていうのが入力の段階分で、こうアウトプットっていうのはそのこのモデルが最終的に出力する分ですね。でその下にプログラムっていうのがあるんですけども、これがモデルがこう直接こう出力するもので、これはその、見るは分かるんですけど、こうデリートとかキープとか、なんかこういう操作がこう出力されている。で、青がデリートで、その黒がキープで、これがインプットのこの色と対応は取れてるんですけども、そのアットっていうそのものはこう足すですね、入力にない単語を足すときはこうアットっていうのが入ったりとかして、こういう3つの操作だけを出力させることでこう文平易化っていうのを行っています。で、これを見ても分かるんですけども、こう基本的にはその、アットっていうのはそれほど文の中で多くなくて、こうキープとかこうデートっていうような、そうなんていうんですかね、入力その具体的な単語を出す場所っていうのはそれほど多くないっていうような出力になっています。で、モデルの概略図はこちらのようになっていて、大きく分けてそのプログラマーっていう、下半分の部分とインタープリターっていう上半分にこう分かれます。で、そのプログラマーって書いてるところにも、エンコーダーとデコーダーが置かれていて、そのエンコーダーって呼ばれる方ではこう、何回分を入力する。で、そこからコンテキストベクターを取ってきて、こうデコーダーに入力しているっていうような感じになっています。で、デコーダーはその、出力デコーダーの出力はこう編集操作ですね、キープとか、アットとかデリートっていう、こういうような編集操作を出力して、でそれがインタープリターに入って、その入力文の情報を使ってこう最終的な単語がこうポンポンと出てくるっていうようなモデルになっています。で、そのインタープリターの過去の出力っていうのをまたその、プログラマーのデコーダーの方に入ってきて、次の単語を予測するっていうような感じになっています。で、これを単純に簡単に式で表すと、こんな感じになっていて、X が入力系列で Z が、編集操作の系列ですね、キープとかデリートとかっていうような系列になっていて、それの関数っていうのが、こういうふうに表されていて、入力文が、あって、あとプラスその
まあ、過去に編集された文ですね、過去にそのインタープリターから出力された文っていうのと、あとその過去にそのキープとかディートとかっていう、まあ、そういう編集ラベルの系列っていうのもまあ入力されて、で、それをもとにその、編集ラベルが出力される、今の編集ラベルが出力されるっていうような、まあ、式で表すとまあこういう感じになります。で、まあ、具体的にそのプログラムのエンドコンダーから順番にこう説明していきますと、まあ、プログラマー全体としてはそのエンコーダーデコーダーを使って編集操作の系列っていうのをこう生成しています。でその中で そのエンコーダーっていうのは、そのまず入力文 X はこれトークン列ですね、 X の X 数ってある、ひとまとめれば X と呼んでるんですけども、その入力文 X をその潜在表現、まあ、まあ言ってしまえばベクトルですね、ベクトルの系列に変換します。で、まあ、入力文の各単語に対してその潜在表現の系列が出るので、まあ、単語数と同じだけこう潜在表現が出てくるっていうような感じですね。で、まあ、今回はこれに加えて、ポスタグっていうのも付加しています。で、まあ、式としてはまあこういうシンプルな、まあ、単語のエンビリングを持ってきて、でそのポスタグのエンビリングを持ってきて、それをくっつけて、まあ、LSTM に入力して、で各単語ごとに、まあ、潜在表現が出てくるっていうような、まあ、こういうような式で表されます。で、デコーダーは、まあ、次に説明するのはデコーダーで、これはその編集ラベルを予測させるような学習を行います。で、でそあのさっき、エンコーダー、プログラマーのエンコーダーでこう入力の単語ごとにこう、潜在表現がこう取れたんですけども、まあまあ、今回、まあ、ここではそれをこう前から順番に1回ずつ使うんじゃなくて、こう今回はあくまで編集する必要のある単語の潜在表現っていうのがこうデコーダーで使用されます。で、まあまあ、メインの式は2つなんですけど、まあまあ、その使われている文字の説明として、まあ、次がその HEDIT の T っていうのがあって、まあ、これはその、まあ、過去にあです、ね、今回編集ラベル ZT を予測させるためのそのそれよりも前に出力してきた編集ラベルの系列っていうののこうベクトル表現として HTEDIT があります。で、CT っていうのはこう入力文の、全体ですね、ENCKT っていうのは、まあ、各単語入力単語ごとにこう出るんですけども、こう CT っていうのはこう入力文としてのこうコンテクストベクターっていうのがを使います。で、実際にその、プログラマーのデコーダーの、まあ各、編集ラベルごとのこう内部状態の式がこうになっていて、まあ、LSTM はまあデコーダー用に用意して、で、編集する単語ですね、入力単語1回ずつじゃなくて編集する単語ごとの、潜在表現1個ずつ持ってきて、まあ、それが1個ここと、あと入力文のコンテクストベクターを入れて、で、まあ、過去っていうか、まあこれは1回前のその LSTM の出力を入れて、あとこれ後で説明するんですけども、こうインタープリターのまあ状態も入れるっていう話です。で、今回コンテクストベクターの計算はそのまあこれ論文の式の通りなんですけども、その入力のその単語列、あ違いますね、入力の単語ごとにこう出てくる潜在表現っていうのをアテンションをつけてこう、まあ、足し合わせたものっていうのが今回のコンテクストベクターになります。で、まあ、この右の式もまあ論文のまんまの式なんですけども、まあそのアルファを重みとしてコンテクストベクターを計算するっていうような感じです。で、そうですね、さっきも言ったんですけども CT っていうのはその、まあ、ソフトアテンションのまあ式になっていて、まあ、そちらを使用しています。で、先ほどの式に、まあ、KT っていうのがあったと思うんですけども、まあ、これも先ほどちょっと説明したんですけども、その編集画質の単語を指す編集ポインターになっていて、まあ、これは入力単語を1から10まで増えていくっていうものではなくて、その例えばその文がアット、あ、文じゃなくてデコーダーがアットを予測したときっていうのはその編集ポインターですね、編集画質の単語っていうのはこう動いてない、その
例えばキーボードとかで言うとってした時はその、まあ、入力単語を前から順番に見ていくんですけども、そのキーボードとかで言うとってしたら、まあ、その次はまあちゃんと次の単語を見ないといけないんですけども、アットってした場合はその単語の編集はまだ終わってないというか、なのでそこはその時は動かないっていうような処理を行うんで、KT っていうのはまあこう大きくなっていて、最終的にはその時点での KT っていうのは過去に予測したキープとデートの総数と同じになるっていうような値になります。で、インタープリターについて次説明します。まあ、こちらはそのさっきの、プログラマーから出力された編集操作を実際に実施してその単語っていうのを得ます。まあ、さっき言った例えばアッドなら単語を足してディートなら単語を消してみたいな作業っていうのがこのインタープリターで行われます。でインタープリター自体もその LSTM を持っていて、過去の、まあ こっちは単純に過去の状態ですね、1個前の状態と、あとそのそのこれは各単語ですね、各単語はその1個前の単語までを使って1個前の単語を使ってこうインタープリターの、LSTM では構成されています。まあ、さっきの図の通りなんですけども、これはで、まあ、これさっきの式にもあったように、これっていうのがそのさっきのプログラマのデコーダーの入力としても一つ前の状態っていうのが入力されています。で、まあ、今回の、まあ、手法によってその、まあ、従来だったらコピーメカニズムとかを使って、まあ、アウトオブボキャブラリーに返して返すまあ、問題に取り組んでるんですけども、まあ、今回の場合っていうのは、まあ、キープを予測することでこう、まあ、コピー、まあ、変化しないっていうことなんで、まあ、結果的にはまあコピーが行われるっていうことがあります。でその、まあ、コピーメカニズムと違ってこれはまあキープ出すだけなので、別に特にコピーするために特殊な追加のなんかパラメータっていうのがこう必要がないっていう点において、そのコピーメカニズムよりもこう、まあ、いいっていうふうに述べられています。まあ、あとそのコピーメカニズムをこう平行に使った場合っていうのは結構こうコピーを行う、まあ安全なんていうんですかね、こうとりあえずコピーしとけば予算は下がるんで、こうコピーをなんか必要以上に盲目的に行ってしまう場合があるんですけども、まあ、今回の場合っていうのはまあそれがこう抑えられるっていうふうにまあ述べられています。で今回プログラマーで予測させるその編集ラベルっていうのを、まあ、最初に準備、学習よりも前に準備する必要があるんですけども、まあ、これは、まあ、編集距離計算するときと同じようにこう編集グラフっていうのを出して、あただ今回置換がないので、まあ、置換がない場合の編集グラフ、あ編集距離を計算するための編集グラフを使って、まあ、まあ動詞します。で、まあ、具体例が、まあ、具体例っていうか、まあ、入出力例が、まあ、この左になっていて、こうまあ、一番上がまあ何回分ですねに対して、まあ平分がこれだったときに、まあこう一番下がこう編集ラベルの系列ですね、こうアットして出るして出るして出るしてみたいな、こういうようなのがこうをこう DP で計算します。で実際に今回まあ使っているデータっていうのはウィキラージウィキスモールニューセラーなんですけども、まあその中で実際にキープデリートアットがどんだけ行われたかっていうのが、まあこちらの数になっています。あストップっていうのはこう編集操作を終了するっていう意味ですね。で、まあ、こういうような数になっています。で、これを見ると特にこうデリートっていうのがこうラベルがこう不均衡、まあ、頻度っていうか、そうですね、頻度ですね、キープとかデリートとかアドとかストップの頻度っていうのがこうみんなバラバラで、まあ、これをそのまま使うんじゃなくて、今回はその頻度の逆数を重みとして損失に加えるってことをやっています。なんでこうより多く出るものに関してはこう損失としては重みが低くなって、逆にこう少ないやつはこう重みが大きくなるような、こうそういうことをやってます。でそれに加えてその今回、まあ、ストップっていう、まあ、編集しないっていうもう終わりっていうのがあるんですけども、まあ、これが出た後っていうのはそのまあ残り編集する場所がもしあったとしてもそれを全部キープで埋めるっていうようなことをしていて、まあそうするとまあ結果的にはそのまあ、キープがまあより行われる、そのこっちの頻度でいうとまあ少ないですけども、まあ、こうよりキープでが多く行われるっていうようなことがになります。で、今回の実験に使ったデータセットがまあこちらで、まあ、変化でまあよく用いられるデータセットと同じですね、まあ、こちらの3つを使用しています。で、ベースラインも、まあ、これはまあこれ前の一般的な変化 の、まあ、ベースラインとなっているものなんですけども、まあ、それに加えて今回は、
セックラビルっていうのもこう実験していて、まあ、これはそのバイレスチームのシーケンスラベリングのモデルを使って今回の編集ラベルっていうのをこう学習させた場合っていうようなまあモデルです。まあ、これもベースラインに加えて今回は実験しています。でまあ学習のパラメーターはまあ全部のデータセットで同じのを使って、まあ単語ベクトルとか、まあ、あとあ今回ポスタグもこうにあの加え入力に加えているので、まあこれを30次元と設定したりとかっていう、まあ、トボキャブラサイズ 3万とかっていうふうに、まあ、設定ます。で、ここからが結果になります。で、今回の評価は、まあ、サリと FKGL と、まあ、パーセント UNC っていうのはその入力分をそのまま出す場合ですねっていうの割合がどんだけあるかっていう、まあ、これらで評価しています。あと、まあ、サリはそのこのアット出るキープっていうのを、まあ、内部でやっていて、それをまあ合わせて一つの値にしてるんですけど、まあ、それを全部別々に出したっていうのも今回は結果に含まれています。で、FKGL はですね、文の読みやすさっていうのを表していて、まあ、少ない小さい方がいいっていう値ですね。で、今回の提案手法っていうのが、まあ、全体として見たときにこうどうあの従来の手法よりもまあ同等かそれ以上の高性能になっているというような結果になっています。で、そのあと今回はその喧嘩させない場合がどんだけあるかというのも評価しているので、まあ、それを見てみるとその今回の手法というのはその他と比べるとこう積極的にこう文を編集しているそのまま文を出すという場合が少ないというようなことが分かります。で、まあ、次が一人評価で、まあ、今回はまあ、今回もまあ他と同じようにフルエンシー流暢性とこうまあよく使われる3つですね、流暢性と意味保持性と平易さですねの3つで一人評価しています。で、まあこれもあこれはそうですね、さっきのまあ結果とまあそうですねちょっとまあ違うのはまあそうですね、まあ結構まあスコアだけ見るとまあ今回の提案手法を負けているのも結構ところどころあるんですけども、まあ、今回 の, あの、一人評価での総合評価っていうのを見ると、まあまあ、どのコーパスもこう一番高い値っていうのを取っていて、まあ、リファレンスよりも高い場合もあるっていうような結果になっています。で、次がその今回提案した手法の、まあ、どこがこうよりこう、スコアの向上に貢献したかっていうのが、まあ、こちら の, 今日あの実験でやっていて、まあ、今回提案した手法からまあこう一個一個こう消していくっていうか各コンポーネントをまあ一個に取り除いた時にどんだけスコアが下がるかっていうのを見て、まあ、よりスコアが下がる場合っていうのはもうそこがより重要なこうコンポーネントなんだろうみたいな評価をやっています。で、今回の場合はこうインタープリターっていうのを取り除いた時こう一番ガンって下がって、まあ、でも残り2つもこうスコアを上げるコンポーネントとなっているっていうことが分かります。で、次が制御生成の制御ですねっていうのもまあ実験していて、今回はその予測させるのが編集ラベルなので、まあその重みっていうのを、まあ、先ほどはその頻度の逆数を使ってやってたんですけども、まあ、これを恣意的にこう与えることによってこう出力を制御できるっていうのことを、まあ、実験で示しています。で、この表の、まあ、この一番左のあれがこの重みの言っててそのアット10とかにするとこうよりまあ、アットをするようになって、まあ、キープを増やすと、まあ、キープするようになるっていう、まあ、そういうようなのをこうロスの重みラベルごとのロスの重みで、まあ、こう変化させています。で、まあ、結果を見ても、まあまあ、その通りになっていて、まあ、アットの部分を大きくするとこう分、平均の分長が長くなって、で、まあ、キープを大きくするとこうコピーが増えて、まあ、デートを大きくするとあ、そうですね、短くなっているっていう感じですね。あとあれですね、アットを大きくするとこう新しくその新規に単語が追加されるようになるより追加されるようになるっていうような結果っていう風なものがこう分かります。で、最後にコンクルージョンです。今回紹介した研究ではその閉館のために NPI とニュアルプログラマーインタープリターベースのモデルっていうのを提案しています。編集ラベルっていうのをそのプログラマーが予測して、それを使ってインタープリターっていうのが閉館
トークンに変換っていうような操作あの手順になっています。で1人評価と、まあ、ほとんどの自動評価でこう従来より優れた結果になっていて、まあ、あと出力があの編集操作なんで、まあ、解釈しやすくて、あと、まあ、さっきの結果にもあった通りこう制御がしやすいっていうようなことを示しています。と以上で終わります。